はい、yu.com ゆきとネットでポン、はい、ナナリでーす。イエーイ。ということで今回なんですけども、ナナリくんね、 iPhone 12 Pro Max を使ってて、でおすすめのケース何って、そう、最初に言ってたんですけど、これ見てください、この木のケースだぜ。そう、これすげえと思って、木なんだよね。ずっとね使ってたからさ、ナナリくんに今回は飾ってもらおうということでね、ちょっと早まんないように。そう、浅草で売ってそうだよね。確かに。流れは買った理由と外見と装着と使用感、永久保証なんで、それについてと値段とまとめについて話していきたいと思います。レッツジャズ。でまずね、購入した理由。はい、購入した理由いきましょう。そう、なんかたまたまさ、はい、YouTube 見ててさ、たまになんか広告とかあるじゃん。あるね。それでさ、もういいじゃんこれみたいな。批判するくせに買うよね。広告何なの、絶対買わねえよみたいな感じで出すのにさ。そのリンクは踏まないけど、後で調べて買うっていう。確かに。うわ、立ち悪いやつだな。立ち悪いというか、広告から絶対入ってきたやってんな。それで見つけて、うん、お、かっこよかっこよって思って買ったんだよね。肌触り、外見はもうこんな感じで、結構ちょっとごつい感じ。でもね、うん、こうびっくりしたんだけど、厚さはあっても持ちやすいっていうね、うん、持ちやすいっていうか肌に優しい。スピーカーとかちゃんと穴開いてて、で横とかは穴開いてる。そう、一応ね、個人的におすすめポイント、うん、このカメラがさ、この全部さちゃんと穴開いてるっていう。切り抜き、そう、切り抜かれてる。切り抜かれてる。わー、おすごい。え、なんかくぼみのところ、そう、全部ね、すごいね、切り抜かれてるね。わかる、カメラは。え、すごっ。これがね、結構おすすめポイント。結構雑にやりそうだけど、ね、そう、ここなんか四角とかでさ、そう、四角でね、終わらせたい。でも俺、ちょっと見たんだけど、iPhone 11は四角になってた。うん、あ、そうなんだ。あ、じゃあ12から、そう、だから次のやつも多分、ちゃんとね、やってくれてると思う。これがめっちゃいいなと思って。うん、そこに惚れた？それもある。七海くんの惚れポイントそうですね。そうそう。そう、岩手県の木を使って、ストラディバリウスと一緒と。バイオリンのね、人一緒らしい。同じ品種使ってる。すごい、だから肌触りいいんだ。バイオリンと一緒。え、これさ、気になったんだけど、カラーってこれだけなの？なんか漆塗りみたいな、うん、なんか黒い感じだったりとか、ここの部分がこっちだけ色違うみたいな。おしゃれだね。やばいね。え、写真があるんだけど見して。オレンジ欲しい。なんか季節表してるらしいね。あ、季節表してる。そう、そう、秋。そう、オレンジとかいいよね。なんでオレンジいいよね。ちょっとなんか結構さ、高いのね。あ、高いんだ。だから大してお試しで。え、値段変わんの？値段、それは変わるよ。変わるんや。プラス3、4000円ぐらいです。あ、3、4000円やべー。300円とかで3、4000円。そうそう、これがなんか、まあ結構3、4000円、HHKB の蓋買えるわ。しかもあとこの木をね、選べるんだよね。なんか、粗いのがいいとか、この木目。僕はね、個性派ってやつにしたんだけど。個性派だもんね。そう、確かに。結構まあ、結構見えるかなって。勇気だったら、俺、痛め。あ、痛め。いや、名前的にトラメが一番かっこいい。でもトラメ好きそう。っていうか、うん、今の格好と合いそう。確かに。次ね、装着。装着は、こうやってね、バンバンって。おー。そう、やるんだけど、これだんだん緩くなってきちゃうんだよね。ガバガバ？そう、今結構、ガバ。ガバガバ。今なんか、最初よりね。最初マジで。全然入んないかなってぐらい、ね、結構もうこう、あーぐらいガバガバになる。え、じゃあそれ対処法ない？この公式もそれ分かってて、これ結構緩くなったら貼ってくださいって書いてあるんだよね。へー、これがね、このシール、どうやって貼るの？何これ、ちょっと貼るの見たいんだけど、せっかくなら、ちょっとこの貼り方みたいに書いてあるんだけど、紙にね、雰囲気が出てるね、味があるよね。え、そこに貼るの？そう、書いてあるよね。ね、俺ここのさ、ここに貼るのかと思った。あ、そこじゃないですよ。滑り止めが上でしょ。あ、これ違った。いや、さっきベタってしてた。違う。お、来てますよ。前にちょっと貼りました。インスタグラムかなんか貼りましたか？あ、これさっき動画投稿した。なんかスウェードみたい。はい。もう貼る場所にある。これで、一体どうなの？これ全部よかった。変わりました。いや、全然変わる。すごい、音しなくなった。やば。え、いいっす。全然違う。おー、やばい。あんなガバガバだった、あれが。すごい、キツキツになった。
って感じで。あ、持ちやすい。多分その緩くなっちゃうけど、緩くなってもまだ大丈夫だよ。ワイルドドコム。で、使用感ね、次。言っちゃったけど、もう分厚くて大きいから持ちにくいんじゃないかみたいな。そう、持ちにくいと思った、普通に買ったみね。そう、持ちやすいんだよね。で、まあちょっと電源ボタンのさ、意外と押しづらい問題があるんだよ。腹で押せるけど、ちょっと押しにくいよ。最初、ちょっと、うわ、押しづらい。この音量ボタンとか押しづらいみたいな。厚みがあるからさ。そうだね。埋まっててさ、まあ、腹で押す感じ。でも最初さ、マジで押しづらいと思ったけど、うん、今慣れた。次、永久保証なんですよ、これ。強みが永久保証。ハガキがあって、なんかそれで登録したら、なんかできるんです。すごいね、もう切手も貼ってあるから。そう、切手もついてる。送ったらどうなるか分かんないんだけど。送った時にまた動画しよう。修理の場合は1、2週間程度。うん、交換だったら2、3ヶ月。やっぱ時間かかるんだ。手作りで作ってんだよね。そう、なんか新しく変えてくれるらしいな。交換すごいよね。それは1回までだった気がする。なんかでもそれあれなの。あとね、これさっき保証書みたいなのあったんだけど、うん、それ使わなかったら次買う時もなんか安くしてくれるらしいんだけど、ちゃんと言わなきゃいけないらしくて。あ、先にね、その買いますよ、買いますよ、前回買ったんですけどって。あ、そうそう、そのあ、あで、その登録したからできるみたいな。多分それが全部、うん、だからハガキ送った方がいいですよ。お得に買うんだったら、壊れた時もすぐ対応してくれる。優しいね。値段だな、気になるとこだ。そう、値段なんだよ。こんなさ、サポートもあってさ、品質良くてさ、うん、広告も出してるんだよ。そう、確かに。もうさ、怖いわ、赤字だよ。しかもこれ日本製っていう。5万ぐらいしてもおかしくないよ。ここまで話聞いて。値段はね、今これが何もカラーもついてなくて、うん、1万1500円。じゃあそれ聞くと安いわ。いい値段するのよ、やっぱりそんぐらい安いよ。5万だと思ってたら安い。そう、今はね、11,550円で、僕が買ったのはね、10,400円の時ちょっとだけ値段上げてる。売り切れしたんだよ、ずっとね。ソールドアウトとか言って、値段が上がって帰ってきた。いや、でもなんかカラーとかどうのこうのって言ったかった。一番高いので2万円ぐらいですね。おい、ほらほら、ちょっと近づいた。なんか真っ黒、真っ黒ってか、なんか真っ黒、真っ黒っていうか、なんか茶色い木みたいな。いや、面白。あと、あ、でもそう、注意点が、ああ、ま、注文してから2ヶ月ぐらいかかっちゃう。あ、オレンジ欲しいな、ここも。オレンジ良かったね。オレンジさ、買ったの1万5000円ぐらいかな。ケースで1万は払ったことはない。で、アップル純正6000円ぐらいするからね。アップル純正はアップル純正よ。アップル純正はアップル純正。そうだね、ちょっと高いけど、めちゃくちゃかっこよくて目立つしね。そうそうそう、最初さ、俺も恥ずかしいってか、やべえと思ってたの。思ってたの。やべえ、目立っちゃうわって。嘘だ、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 嘘だわ。で、ちょっと恥ずかしかったんだけど、話になるしね、お、これ、邪魔くねとか言われて。そう、もう目立つね。めっちゃすげえじゃんとか言って。そう、バンザイハットリーさんだね。バンザイハットリーさん。そう、あとね、言うの忘れたな。いや、言うの多いな。いや、つばきちゃんもついてたんだよ、これ。お茶がついてた。え、お茶？うん。パック。持ってこいよ。つばきちゃん。つばき茶、あ、俺この会社が出してんのかと思った。関係ない。同じじゃない。本当、一緒なんだ。結構すごいんだね。なんかマジ SDGs って感じ。すごー。なんかこの会社なんか結構なんかすごそうだよね。うん。すごい。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。って感じでおすすめなんで、はい、皆さんもね。まあでもこれ見て興味ある人は買うと思うよ。と思うね。あれ載せらんない。なんかどうやって買うよみたいな。うん。リンク貼っとくから。そこはアフィリエイトしてね。どっから買っても大丈夫。いや別にアフィリエイトでも買っても大丈夫だ。嫌なんだよ。それ個人の感想ですよね。嫌じゃん。嫌じゃん。そいつに金行くの。いや別にどうでもいいだろ。行っても行かなくても何でもいいよ。バンザイファクトリーとか調べれば出る。次回もレッツライド。マスクしてんじゃん、これ。うん、いや、外さないのかなって気づかなかった。気づき普通に気づかなかったんだけど。まあ、はい、戻りましょう。今回マスクありで、まあ、もう負けて、これ使いますよ。忘れんなよ。だそうです。頑張ってください。裏なんだよ、そこ出すのよ。いや、俺が編集するから頑張ってください。